稲船啓司です。23年間カプコンにいて、鬼武者、デッドライジング、そしてロックマンなど数多くのゲームを手掛けてきました。新しいコンセプトのプロジェクトを考えています。皆さんの力が必要です。ぜひ一緒に作りましょう。ゲームクリエイターとして今までゲーマーの心に残るような作品をいっぱい作ってきて、キャラクターもいっぱい生み出してきました。3年前に独立してコンセプトっていう会社を作って、今までやりたかったことと納得してやれるゲーム作りを今も続けてます。ファンと話をしてファンの意見を聞くっていうのはとても大切だと思ってます。彼らが私に求めてるのは、新しいゲームも求めてますけども、昔のアクションゲームを僕自身に求めてるっていうのはすごく感じてます。まあ、数年前に長年の夢だったゲームを立ち上げることができたんだけど、まあ、キャンセルされてしまって、まあ、自分自身も失望したけど、ファン自身もすごい失望したと思ってます。もう二度とファンに失望させないように考え、たどり着いたのがキックスターターでした。キックスターターはゲームクリエイターとファンをつないでコミュニケーションして一緒に作れる素晴らしいシステムだと思ってます。過去に作ってきた多くの作品はもう私の手から離れて作れませんけども、心は私には残ってます。昔の心を持った新しい作品を生み出すこと、新しいキャラクターを生み出すことは可能です。今までのゲームクリエイター人生で数多くのステージがありました。そのステージをクリアし、またこれからも新たなるチャレンジでステージをクリアしていきたいと思っています。昔から人間と機械の違いについて考えるのが好きでした。それは心について考えられるからです。心を持ったファンと熱い情熱を持った開発チームが力を合わせることによって、新しい一つの命を生み出すことができます。また昔の仲間と仕事できるっていうのは本当に幸せだと思ってます。そしてファンのみんなの求めるゲームを作れるっていうのも、これも幸せです。原点に立ち返ってジャンプアクションのゲームを作って、それが新しい、そこに革新を呼ぶようなアイデアも加えて、そして皆さんに届けられたら、こんな幸せなことはないですね。これが私たちとファンの皆様の新作、マイティーナンバーナインです。ああでもないこうでもないっていうのを今始めてる最中で、で昔やれなかったこととか、やっぱりハードの限界でやれなかったこと、自分たちが若かったっていう、若さゆえにやれなかったことっていうのがあるんで、それをやっぱり表現方法とかもね、やっぱり現代の基準に合わせた表現方法を使ってみたいし、新しいキャラクターを生み出していきたいなっていう気持ちもすごく持ってるんで、それでいて昔の匂いもするゲームっていうのが理想であるし、ファンの力を最大限に生かして、やっぱり自分たちのやりたいゲームで、自分たちが作りたいゲーム、それをみんなに示すことができればな。キックスターターのおかげで僕たちの夢もファンの夢も叶う時が来ると思います。みんなで力を合わせていいゲームを作っていきましょう。みんなの力をお貸しください。キックスターターで夢を叶えましょう。